平野翔のダンス動画にドキドキの嵐、キンプリの振付師とお揃いの格好で踊る様に、わ、来ましたね。元キング&プリンスメンバーで7月7日に滝沢秀明さんが代表を務める、トベへの合流を発表したタレントの平野翔、26、が24日、400万人超のフォロワーを持つインスタグラムを更新、キンプリの振付師だった家畑さんとのダンス動画を投稿。フォロワーの歓声が湧き上がった。前日のインスタグラムでのツーショット投稿に続き、お揃いの黒のキャップに黒い T シャツ姿の二人は、紫色の照明で照らされたスタジオで息の合ったダンスを披露。平野は、Just wait for it、それを待つだけだ、とメッセージを添えた。フォロワーは、リエさんと踊ってる、待ってたよ、翔くん、素敵、ドキドキした。ものすごく、ドキドキした、わ、来ましたね、動画嬉しすぎだよ。ありがとう、最高オブ最高、待ちます。来たるべき日を待つ、いい子で待ってる、ひゃー、体全体で音楽に乗って音取ってる気持ち良さそうな翔くんが見ることができて最高です、など、興奮を抑えきれない感想が飛び交った。